味しい。あー、よかった。やばいです、全然顔が向けいきますよ。はい、どーん。だってお酒に合いそう。合うんです。皆さんこんにちは、新人編集ピラの〇〇のここがわかりません。本日は前回に引き続き管理栄養士で料理家の長谷川あかりさんにレシピをどんどん聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。長谷川さんに来ている質問の中でも、はい、手軽に作れるんだけど美容健康も捨てたくないっていう声がたくさん来ていて、 そんなメニューありますか？はい、美容にいいレシピっていうのは、まあ、いろんな観点があると思うんですけど、うんうん、今回は特にお肌、やっぱりこれから乾燥する季節になりますので、本当にそう、良質な油を取って乾燥を体の内側から防げるような、うんうん、そんなレシピとして、イワシの缶詰を使ったジャガイモとレモンと白ワインで蒸す酒蒸しを作っていきたいと思います。結構なんかダイエットで油を控えたりとかしちゃう人多いと思うんですけど、す、ね、油を取った方がお肌にいい油っていうのがお魚にはたくさん含まれていて、うん、肌に潤いを与えてくれるような効果があると言われてますので、うん、やっぱり良質な油はどんどん取っていただきたいところなので、ぜひ内側から潤っていきましょう。いきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、ちなみにイワシ缶を使うと思うんですけれども、はい、缶詰の選び方がもうそもそもわからなくって、あ、目的によるんですけど、うんうん、今日みたいにシンプルな料理に使うっていう場合はこの水煮缶がいいですね。やっぱりこういい意味で本当に水で煮てるだけなので、うんうん、トマト味にもできますし、カレーにも入れられますし、今日みたいにシンプルにレモンで蒸したりとか、いろんな料理に使えるのが水煮で、逆にもう料理も今日はする気分ではないよ、このまま食べたいよっていう時は味噌煮缶とか、うんうん、味のついてるもの選べばいいので、だから今日は味噌煮じゃなくて水煮を使うのでちょっと注意してください、はい、じゃあ皮を剥いてもらってる間にこのレモンを切っていくんですけど、レモンはなるべく皮ごと入れるので無農薬のものを使うといいかなと思います。やばいです、全然皮が剥け恥ずかしい。でも結構このなんか料理できない恥ずかしいみたいなくだりを全然いいんだよってこうあかりちゃんは言ってくれるんで、いや全然いいですよ、もう全然いい。なんかお悩みでもなんか手際が良くならないとか、全然料理ができなくて恥ずかしいみたいなコメント、どうしたらなんか上手くなれますかっていうのが来てたんですけど、はいはい、手際が良くならないとか切るのが苦手とか、そういう料理の苦手意識がある人ってすっごく真面目な方だと思うんですね、うん、で私みたいに割と大雑把、まあよく言うとおおらかな人間だとおおらかおおらかな人間だとあんまりそこをこういい意味で気にせずに済んでいるというか、うんうん、どっちかっていうとその料理の仕上がりとか味が美味しくできたの方にこう集中できるというか、前回紹介した大根の炊き込みの時の大根の切り方もとっても真面目な方とかは、うん、うまく切れないなとか皮がこううまく剥けないなってお悩みにつながってしまうかもしれないんですけど、うんうん、私はそこというよりはこんな美味しい料理自分で作れるのっていうこっちの気持ちの方を大事にしてるので、うんうんうん、毎日のことだから、そうそうそう、だからもっとポジティブにあんまり細かいことは気にせずに、美味しいレシピは本当にいろんなところに、インターネットでも今日みたいに YouTube でも、うんうん、いろんなところにありますから、あんまり技術とか苦手意識にとらわれずにまずレシピ通りに作るっていうことで挑戦していけば絶対に美味しいの作れるので、そんな気にしなくて大丈夫です。いや元気出ました。いや本当に、そして元気が出たところでやっぱりピーラー上手になってきました。あ本当ですか？あ、結構本当に気にしないでね、いいんですよ。失礼しました。結構もう長らくお待たせして手伝いたいとシャシャリピーラーじゃ向けないと騒ぎ、この目のところはここで、あピーラーでも目いける、あ、いけますいけます、ここに目を取るものあるのでここでこうすくえば取れます。結構もう今日台風直撃ですね、雨のね。でも雨の日なんか料理日和というか、うんうん、ね、家で料理するの楽しんでいただければ、うん、確かに。やっぱ晴れてる日はほら外で飲みたいじゃないですか。でこれをだいたい薄めのこのぐらいの厚さにスライスしていきます、はい、こんぐらい、うんうん、結構こうお肌にいいレシピで、なおかつハーブとかも使っていておしゃれですね。そうそうそう、やっぱり私この料理結構女友達が家に来る時とかに作るんですけど、うん、ノンオイルで今日は作るので、うん、なんかノンオイルとか、あとハーブが入ってるとか、うんうん、あとなんかレモンが一緒に蒸してあるとか、材料的に女性が結構なんでしょう、テンション上がってくださるというか、うんうん、でなおかつその美肌というかね、肌に
いい油が取れるので、結構そういう女子会的な時に作ると、しかもさっと作れるから気を使わせずにも済みますし。なるほど、はい、もう帰ってきてバッと作ってもいいし、そう喋りながらこうやって作れるので、手軽に作れるっていうのはいろんな場面で重宝しますね。そうで、なんか適当に並べて、ごめんなさい、ニンニクだけちょっと潰すの忘れてました。そう、私の悩みというか質問をいただくときに、結構魚料理何したらいいかわからないっていう声も結構いただくんですね、うん、だからこういう缶詰を使ってまず魚料理にトライするっていうのはいいかもしれないですね。確かに最近グリルないお家増えてますもんね、うん、そうそう、でグリル使うと結局あっても、でも掃除が大変なので、やっぱりフライパン一つでこれも作れるから、うんうん、を潰します。で潰したの1個、あ、もうポンって入れるだけ。あ、そうそう、もう潰して入れるだけです。でこの缶詰をいきますよ。はい、どーん。はい、どん。もうこれで OK で、レモン入れて、タイム入れて、これだけですか。そうです。で白ワインを大さじ2いきます、うんうん、こういう時の白ワインってこう質問でも来てたんですけど、はいはい、こうよく白ワインって料理に出てくるんですけど、料理用のを買った方がいいのか、はいはい、それともなんか結構飲んでる余りでいいのか、いいやつの方がやっぱいいのかとか疑問が湧きやすい。ね、白ワインは甘くない方が大前提としていいんですけど、うんうん、あの本当に飲みかけの白ワインで、あの辛口のものであれば何でもいいですし、うん、安いので大丈夫です。安いので大丈夫。そう、あの安い、本当100円ぐらいでちっちゃいあの瓶とかボトルで売ってるので、うんうんうん、その辛口のものであれば何でも OK、うん、だから飲みかけの白ワインでわざわざ料理用買う必要もないですし、うん、いつも結構なんかむしろ安い方がいいみたいなことを言ってる。そうなんですよ。あのむしろ私結構酒蒸しとかよく作るんですけど、うん、料理酒とかも日本酒とか使っちゃうと、もちろん美味しいんですけど、うん、美味しすぎるお酒を使うとそのお酒の味になっちゃうんですね。あ、味が立ってるからこそ。そう、そうなんですよ。だからそのお酒の味わいを最大限に生かして料理をするっていう場合は、美味しいお酒使うのももちろんいいんですけど、うん、ちょっとね、料理の味とバッティングしちゃうことが結構あるというか、うんうん、他の素材とかの味をもうちょっと引き出したいっていう時に私は白ワインとか料理酒とか使うので、いい意味で味の特徴がない、うんうん、あのもので全然大丈夫なので。なるほどです。安いもので大丈夫です。でこれを蒸していく。あと塩ひとつまみですね。塩ひとつまみ入れます。はい、でこれで蓋して蒸すだけ。おー、早い。まずちょっと強めの火でグツグツいってきたら、弱火で15分蒸すだけです。はい、下準備が早かった。じゃがいもの皮むいて、うん、あの目だけ取ってスライスしたら、もうあとは終わりですね。さあ、はい、完成しましたね。美味しそう。めちゃくちゃおしゃれで美味しそう。これ本当に友達受けが良くて、うんうん、もう一皿じゃないですね、フライパン一つ食べきるぐらいの勢いで食べてくれた子もいるぐらいなので、うん、ちょっとぜひいただいて食べてみてください。失礼します。いただきます。そう、これね、崩しながら、そうなの、ちょっと崩しながら、なんかおつまみとかにするときってちょっとこう、うんうん、作業しながらというか、なんか殻むいたりとか、そういうちょっと手間をかけながら食べるのが私好きで、ちょっとこう崩しながら、うんうん、崩しながら、いただきます。うん、おいしい。あー、よかった。だってお酒に合いそう。合うんです。本当にすいません、いただいちゃってます。いただいちゃってます。あ、美味しい。これノンオイルとは思えなくないですか。ノンオイル、そう、これ何も入れない、お魚の油だけで。そうなんです、そうなんです。うまみがすごい。こういうメインのお料理とか、はいはい、何を合わせればいいか分かんない、献立の立て方が分かんない、栄養素って計算した方がいいのっていう声が多かったんですけど、はいはい、すごい、そのもう質問が素晴らしすぎるというかいや、もう私が心配になってしまうぐらい、もうその質問をしているという段階で、うんうん、とっても栄養素のこととか食事のことに気を使っている方だと思うんですよね。なので私がまず最初にお伝えしたいのは、うんうん、そんなに栄養素のこととかを栄養計算した方がいいのかなとか、細かく栄養バランスのことを考えるとやっぱり疲れてしまうし、何が正解なのかわからないとストレスになると思うので、うんうん、一旦もうざっくりメイン料理があったら、じゃあもうちょっとお野菜を足そうかな、タンパク質を足そうかなぐらいのざっくりした感覚で全然大丈夫です。ただざっくりした感覚って言われると、やっぱり人間自由だよって言われると、どうしていいか逆にわからないっていう不安もあると思うので、例えばこのお料理だったらイワシのお魚のタンパク質と、あとまあジャガイモで、ビタミン C とか炭水化物が取れるってお料理なので、お野菜たっぷりの食物繊維も補える炊き込みご飯を一つに、お野菜の和え物があればもうそれだけで大丈夫、うんうんうん、しかもこうこれ作ってる置いてる間にそうですバッと作れる、野菜の数は少なくてもいいんですよね。野菜はたっぷり取った方がいいんですけど、やっぱり1
1日何十品目っていうのはさすがに働いてる人からしたら現実的な量ではないと思うので、うん、あの野菜の物質量は取った方がいいと思うんですけど、種類をたくさんっていうのはあんまり考えなくて大丈夫です。 あのあんまり自分を責めないで楽にできる範囲 でこういうこうちょっとサクッと作れて、はい、でこう置き時間がたくさんあるレシピ、長谷川さんのレシピ本にたくさん載ってるの で、はいはい、ちょっとそこから今日食べれるものをチョイスしてそうですね、すごい出されるんですよね。すごいスッと宣伝してくださるから出されるんですよね。そうなんです、あの実はあの初めての書籍というかあの、うん、初書籍的なものが、うんうん、あの出ることになりまして、そこには結構私のレシピは基本的に炊き込みご飯もそうですしこれもそうですけど放置する時間が長い料理がたくさんありますので、例えば15分放置の間で作れる和え物を1個添えてパンとかをちょっと添えるとか、あとは炊飯器でご飯を炊いておくぐらいの献立で全然大丈夫なので、ぜひ私の本を見て作っていただけると嬉しいです。そしてぜひぜひちょっと長谷川さんの連載がアットバイラの方でも始まるので、はいはい、こう新しくて簡単で帰ってきても作れるレシピ、そうですね、どんどん更新していってくださるので、はい、そちらもチェックしてください。よろしくお願いします。ちょっともう私は食べたくて食べたくて仕方がないので、はい、本日はここで締めさせていただきます。はい、皆さんぜひ、書籍の方もそしてアットバイラの方も来てください。よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。